宇部鉄道の電車、宇部鉄道の電車、本校では、宇部鉄道、現在の西日本旅客鉄道宇部線及び、小野田線一部の全身が保有した電車について、記述する。宇部鉄道は、1915年、大正4年に、最初の区間を開業し、1925年、大正14年3月に全通を果たし、以来、蒸気動力による営業を行ってきたが、 1929年、昭和4年11月に、小堀、現在の新山口から、西宇部、現在の宇部間を直流線5 0 0 v により連化し、電車による旅客輸送を開始し、電車を保有することとなった。一方で、貨物輸送は、従来通り蒸気機関車によって行われた。1936年、昭和11年には、電力事情の逼迫により、 ガソリン動車も導入されている。1929年5月、宇部鉄道に隣接して、宇部電気鉄道が開業した。宇部鉄道との間には連絡線が付設されて、貨物列車の直通運転が行われたが、電化方式は直流 600V で、旅客列車、電車の直通は行われなかった。1941年、昭和16年12月1日、 陸上交通事業調整法の趣旨に基づき、隣接する両社は合併し、新宇部鉄道となった。さらに1943年、昭和18年4月1日には、戦争遂行の要請から、宇部鉄道は、買収、国有化され、鉄道省の宇部東線、宇部西線となった。こうした経緯により、宇部鉄道引き継ぎの電気車は、 直流 1500V 対応の旧宇部鉄道系と直流600対応の旧宇部電気鉄道系に2分される。宇部東西線の電化方式の統合は同時に国有化された旧小野田鉄道区間を含めた路線開廃を経た後の1950年、昭和25年のことである。宇部鉄道の買収者に関しては太平洋戦争末期の1945年。 昭和20年8月5日に、車両基地、上電車区が、米軍の空襲により被災し、電車産量と共に記録類も消失しているため、現在に至るも不明な点が残っている。また、買収後も、私鉄時代の形式番号のまま使用され、国鉄形式が与えられたのは、1953年。 昭和28年6月1日に施行された車両形式称号規定改正の際である。買収時点で鉄道省に引き継がれた旧宇部鉄道系の電車は3等制御尺派11系3両、3等制御電動車も派21系4両、3等荷物合わせ作り制御電動車も派231系1両、3等制御電動車も 三31系2両の4形式10両である。このうち区派11系の1両は、も三31系の同系車で、本来別形式とされるべきものであった。1929年の電化に際して製造された、反抗性両運転台式に、扉ロングシートの3等制御電動車で、4両、21から24が、東洋車両で落成した。初期の構成電車の例に漏れず、 四角四面で仏骨そのものの外観で、側面の加工式の窓の位置は高く、車体には無数のリベットが打たれている。窓配置は合わせ作り車前とした、前後非対象で 1D1D12D1、前面は非貫通の3枚窓である。総定員は100人で、座席定員は52人、最大長は15,444ミリ、mm、メートル。 最大幅は 2666mm、最大高は 4017mm、地長は28.74トン、屋根は浅めの丸屋根で、前くらいにパンタグラフ、通風機はハンガーランド型が個体装備されている。制御装置は非自動関節式で、定格出力 59kW の US533 バイト型電動機4個を制御する。歯車比は16。 75代車は、ボールドウィン型代車類似の膀胱を用いた釣り合い、良識のものである。1945年8月5日の空襲で23が被災し、翌1946年、昭和21年に廃車されている。戦後は1950年6月及び1951年、昭和26年6月に、横川電車区に残存した3両が転属し、 壁線で運用された。1953年の車両形式称号規定改正では、モハ1300型とされ、1300から1302に改版された。さらに1954年、昭和29年には、全車が富山機関区上川原宿に転属し、富山高線で運用された後、1956年、昭和31年に1300、 1957年、昭和32年に1301。1958年、昭和33年に1302が廃車され、2両を、1301、1302が、日立電鉄に譲渡されている。富山港線時代には、更新修繕により5くらいの運転台が撤去されて、変運転台化されていた。1300は、撤去側運転台の側窓を残していたが、 1301、1302 130は、撤去側運転台の側窓が埋め込まれており、パンタグラフも、国鉄標準型の PS13 に、交換、床下機器配置も異なっていた。本形式は、前述のように全く羊形態の異なる2種が、包含される。以下、各々区分して記述する。1930年、昭和5年9月に増備された、 半高性両運転台式3、扉ロングシートの3等制御車で、2両、11、12が、汽車製造東京支店で製造された。モハ21型に比べて、前面に軽い丸みがつくなどやや柔和な表情に、なっている。側面窓配置は 1T6D6D1、前面は、非貫通の3枚窓であるが、側面窓より、やや天地寸法が大きい。 総定員は92人、座席定員は44人、最大長は 15,400mm、最大幅は 2,735mm、最大高は 3,690mm、地長は25.4トン、屋根は丸屋根で、ハンガーランド型通風機が6体装備されている。台車は、モハ21型と同様のボールドウィン型である。戦後は、 二両とも1951年6月に壁線に移り、1953年6月の車両形式消防規定改正では区波5300、計5300、5301に改められた。1954年には二両ともが富山高線に移動し、1957年に5301、1958年に5301が廃車され、両者とも 日立電鉄に譲渡された。更新修繕については1951年に実施され、その際に後くらい運転台を撤去し、残った前くらい運転台側面に乗務員扉を新設したが、この扉の高さは両車で異なっていた5300は低、5301は高。1943年4月に増備された反抗性両運転台式産。 扉ロングシートの3等制御車で1両13が新潟鉄工所で製造された。同形式に包含されてはいるが、1930年製の2両とは全く形態が異なり、後日図の模波31型と同型である。車体はノーシルノーヘッダーの平滑な溶接車体で、側面窓は上昇式の二段窓である。 側面窓配置は、車体長が短いため前後非対称の D1D3、D4D1D というユニークなもので、前面は軽い曲面のついた非貫通の3枚窓である。総定員は120人、座席定員は38人、最大長は15,900ミ、mm、リメートル、最大幅は2,720ミ、mm、リメートル、最大高は3,825ミ、mm、リメートル。 自長は26.6トン。屋根は丸屋根で、ハンガーランド型が6体装備される。台車は、ボールドウィンタイプの釣り合い張り形、国鉄形式 DT30 である。戦後は1950年8月に、府中町電車区に転出し、復園線で運用された。1953年の6月の、車両形式称号規定改正では、11、12と、 同じ区派5300型に一括され、5302に改められている。1951年には、更新修繕によりらい、運転台を撤去し、その部分の側面に窓を新設したが、後くらいつまは、非貫通のままであった。同社は、1960年、昭和35年1月に、大井工場で救援車に改造され、区へ9420系。 9422として1969年昭和44年3月まで在籍した。車体中央部には幅 3400mm の両引き戸が設けられ、車内にはクレーンが装備された。また、同時に電動発電機及び空気圧縮機駆動のため、屋根上にパンタグラフ PS13 が新設されるともに、後くらいに運転台、片隅式を復活している。 前述ノの区派11系、11、12と同時に、増備された同系の反抗制量運転台式3等、荷物、合わせ作り制御電動車で、1両、31、が、汽車製造東京支店で製造された。1形式1両であった上、1945年8月5日の空襲で消失、形式図や写真等の資料も発見されておらず、詳細は不明である。 1943年4月に増備された、反抗性両運転台式3、扉ロングシートの3等制御電動車で、2両、32、33が、新潟鉄工所で製造された。車体は前日の区ハ11系、13と同型である。制御装置は非自動関節式で、定格出力 74.6kW の MB-98B 型電動機4個を制御する。 台車もクハと同じく、ボールドウィンタイプの釣り合い張り形、国鉄形式 DT30 である。1945年8月5日の空襲では32が被災して、翌1946年に廃車となり、残った33は1951年10月に、復塩線、1953年2月に、壁線、1954年には、 富山高線に移って1967年、昭和42年4月の同線1500ボルト圧まで使用された。その間、1952年に更新修繕によって、後くらい、運転台を撤去の上、スマ面を貫通化して、貫通ホールを設置し、側面には窓が増設された。パンタグラフは、国鉄標準品の PS13 に交換され、床下機器も、 小型に標準化された。1953年6月の車両形式称号規定改正ではモハ1310、計1310に改版され、中間電動車と制御電動車を区分した1959年、昭和34年6月の規定改正では、クモハ1310型と改められている。買収時点で、 鉄道省に引き継がれた旧上部電気鉄道系の電車は三等制御電動車で、ハイチ系2両、デハ201系1両、三等荷物合わせ作り制御電動車で、ハニ101系、デハニ301系、デハニ350系、各1両の5形式6両である。いずれも、両運転台系の600ボルト、専用直接制御車で、1950年の1500、 ボルト昇圧後は余剰となり早期二乗と転用された。旧部電気鉄道系の電気車には、この他に電気機関車に形式3両があった。1929年の開業時に日本車両製造、日車で2両、1、2が申請された二軸木造電車である。日本の国有鉄道に在籍した二軸電車としては、1906年、 明治39年に国有化された、後部鉄道次車以来のもので、特筆される。最大長 9000mm、最大幅 2400mm、最大高算 800mm で、総定員は45人、座席定員も25人という小型車。諸元はいずれも上都先の熊本電気鉄道のもの。以下本節において同じであった。側面窓配置は D2 に 2D で、 前面は丸みのついた非貫通の3枚窓、総火中央に全消灯を1個備える。屋根は丸屋根で、ボール終電であった。主電動機は2 2 4キロワットのものを2個装備し、歯車比は13、89、台車は軸距3 0 4 8ト、mm、ルのブリル 21E である。ブレーキ装置は低用のみ備える。あまりにも小型で、 宇部電気鉄道時代にすでに持て余されていたようで、1943年4月の国有化後も車両としては使用されることなく、その翌月に二両とも除籍された。除籍後は解体されることなく保管されていたが、1947年昭和22年12月に熊本電気鉄道二両とされ、同社のモハ13系、13、14として、機動線で使用された。 13は1952年に廃車、14は1954年の軌動線廃止後、屋根状に作業台を設置して工事用、木こ1に転用され、1960年、昭和35年まで在籍した。1930年3月に日車で製造された反抗性ボギー車で、1両、101のみが在籍した。 最大長 16,668mm、最大幅 2,540mm、最大高 4,083mm で、総定員は90人、座席定員は46人で、デハ一1型に比べ相当に大型化されている。側面窓配置は 1D、下1 4 d q d 1で、前面は軽い丸みのついた、非貫通3枚窓である。側面扉には踏みがあり、 その部分の側板が斜めに切り下げられている。制御装置は直接式の三菱 KR8 で、低格出力 60kW の MB-64B を2個装備する。台車は、ボールドウィンタイプの釣り合い張り形、DE-16 である。ブレーキ装置は、手用のほか直通ブレーキを備える。1950年の昭和は、道鉄道とされ、 1951年12月に、そのままの番号で入籍された後、翌年的に25に改版され、1953年9月には、水間鉄道の小型車初代も、は55系、55、と、交換で同社の二目も、は55系、55、となり1970年、昭和45年10月まで使用された。 1930年3月に日車で製造された犯行性ボギー車で1両を、201のみが在籍した。最大長 13,379mm、最大幅 2,640mm、最大高 4,083mm、総定員80人、座席定員36人で、手荷物室の内分101よりも小型である。車体の基本型や、 走行装,装置は101と同様で、窓配置は 1D11D1 である。1950年の昭和後は、尾道鉄道2譲とされ、1951年12月に、そのままの番号で入籍された後、1953年に、歴35と、改版された。その後は、1964年、昭和39年8月の尾道鉄道。 全線廃止まで在籍し。1931年、昭和6年3月に、日車で製造された、反抗性ボギー車で、1両、301、のみが在籍した。デファに101と同型の増備車であるが、主電動機の出力は、7 5ット、メガバイトマイナス -104A2 に増強されている。その関係で、歯車比は18、61となっている。 制御方式は当初101と同様の直接式とする資料があるが、水間鉄道入線時には HL であったとのことであり、HL 制御が新生時からのものであったのか、後天的な改造によるものであったのは判然としない。1950年の昭和後は、小道鉄道に譲とされ、1951年12月にそのままの番号で入籍された後、 1953年9月には、水間鉄道2台目も、は55系56となり1969年、昭和44年10月まで使用された。1940年、昭和15年9月、日本鉄道自動車で製造された、半抗性ボギー車で、1両のみが在籍した。最大長17000ミ、mm、リメートル。 最大幅 2720mm、最大高 4142mm、時長29.5トンで、総定員は90人、座席定員は46人である。車体にはリベットが残るが、側面窓は高さの大きい二段上昇式となった。側面窓配置は 1D、下 14D7D1、前面は軽い丸みのついた、非貫通3枚窓である。 制御装置は直接式で、定格出力5 0ットの主電動機、形式不明2個を制御する。歯車比は15,70である。上最戦昇圧に際しては、1949年、昭和24年12月に、電装解除、全室客室化のウェーク波350となって、翌年8月に、復縁線に転用された。百五十三年六月の、 車両形式称号規定改正では、旧宇部電気鉄道の電車としては唯一、国鉄の形式を与えられ、区波5310系、5310となった。1959年3月には、大井工場で救援車に改造され、区へ9160系、9160となった。形式番号は、同年12月の通達によって実施された。 形式番号整理により、両運転台の車型改造救援車ということで、クエ9420型に統合され、9421に再改版されている。改造内容としては、両前面には幅 1480mm の観音開き式の扉を設け、側面は一部の扉を塞いで中央部に幅 4500mm の4枚引き戸を設けて車内にクレーンを装備した。 屋根上には、電動発電機及び空気圧縮機駆動の、ためごくらいにパンタグラフを搭載している。動車は、大垣電車区に配置され、1985年、昭和60年3月まで在籍した。本節では、日立電鉄に譲渡された、モハ1300系、クハ5300型について記述する。国鉄を廃車となった1301、1302、 5300、5301は、前述の通り、日立電鉄に譲渡された。日立電鉄への入籍は、1301と5301が1957年11月、1302と5300が1959年1月である。これらは、片運転台のために両編成に組まれて、主にラッシュ時の輸送力列車に用いられた。モハ1300があたは、 1963年、昭和38年2月に、車体中央部に扉を増設して3扉化され、さらに1301と5301は1969年、昭和44年11月に、西部所沢車両工場で外反の張り替え等の更新を受け、扉の構成化、窓枠の二段アルミサッシ化及び、H ゴム支持化、通風機のグローブ型加藤外観が近代化された。 更新を受けなかった1302と5300は1979年昭和54年12月に廃車され、5301は1985年2月に旧静岡鉄道の351プラス352の入線によって廃車となった。残った1301は同年3月に運転台の増設とワンマン化を行い、再び単行運転が可能となったが、 QA 弾2000系の導入により、1991年、平成3年12月に廃車となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。